高齢化社会と言われる中、世の中をいかに楽しく過ごすかを熟年と呼ばれている人々の頑張りや、それを支えている人々の話題を、半熟年コンビの国吉と玉那覇のフリーユンタク、フリートークでお送りする余裕楽人の時間です。はい、今日はまた先週に引き続きまして、今度は前回お見えになった時の話じゃなくて、おのおの職場での紹介をしながら、職場でのお仕事の内容も触れていただきたいなと思います。まず棚原さんですね。社会福祉法人からしの種の会ということで、その辺のあれから教えていただきたいと思います。はい、こんにちは、棚原です。私たちのからし種の会はですね、精神障害者の、作業所として、昭和63年、その当時は平成にも入りますよね、に共同作業所が設立しました。精神障害者はその頃は本当に退院ができない、外出ができない、そして本当にいる場所がない、もう病院での薬漬けの入院生活を送っていたんですね。その中で患者さんが外出したいんだよ、外泊したいんだよ、働きたいんだよっていう、そういった声を聞きましてですね、私たちも本当に働く場所必要よね、お家に帰りたいよねっていう、そういった発想からですね、私たちがいる場所、患者さんたちが退院しても行き場所を作ろうということで、沖縄県で初めての作業所の設立をいたしました。今からしの種の会って、これ沖縄県のこの組織、それからなんか本当に同じような名前のがあったような気がするんですけど、そことはもう全く関係ありません。なるほどね。はい、まあ当時というと、もうまだね、そういう精神障害者の認識、我々自体がやってないということもありますし、そうですね、つい最近も何でした、OTV かなんかで取り上げられた自宅牢屋、まあ、そういうようなことしかできなかったような気もするし、それとあれ小さい頃なんですけど、まあ戦後すぐの頃ですからあれですけど、国際通りあたりでもちょっとね、変わった方がもう結局の話状態って言ったらおかしいけど、中にはおとなしい方もおれば凶暴の方もいらっしゃったんですよね。そういうものがだんだん、これは社会でみんなで考えないといかないということなのか、それとこの間も政治的に問題になってた各観光庁の障害者のさば読んだ就労問題が、まあだからいろんなも今後出てくると思いますよね。まあそういう中で田中さんのところは精神障害者ということで、職場に復帰するという自立的な教育もされているかという話だったんですけど、その辺で今どのくらいの方を何して、このまあ何個もあると思いますけど、あまりプライベートなあれじゃないで、支えのないところでお話をお伺いしたいなと。そうですね、今25、6名の方が、お家から、通ってきておりますね。本当に精神障害者は薬物療法ということで、その頃はその頃から法律の改正が始まったんですね。で地域の中でも障害者が自立していける社会復帰っていう、そういった言葉が結構語られていましたね。
で最初のうちはまずは退院して、それから自宅でから作業所に通うっていう、まあ今でもそうなんですけども、そういったことから始まってきましたね。あとはもうほとんど長い間入院してますので、何もできないっていうことでしたので、まずはお掃除をするとか、また自分たちで食事を作るとか、そういった本当に簡単なことからですね、訓練として始めていきましたね。まあ、そういう方々の中には精神的なものもある、発達障害と言われている人たちもその部類に入るんですか？現在はその発達障害も入っておりますけど、その頃は精神分裂病という、今統合失調症という方たちの方が多かったですね。国吉さん、はい、そういう中でですね、いわゆる芸術的なセンスを持たれた方もたくさんいらっしゃるんですよね、はい、あれ素晴らしいですよね。国吉さん、そういう方見てきてると思うんですけど。はい、精神的障害者と、僕は肉体的障害者ですけど精神障害者っていうのは見方を変えるとすごく面白いですね。美術館でこの精神障害者の展覧会を毎年やってますけど、私はこれ好きでよく見に行くんですよ。でこれはアートブリッドって言ってからフランスでこれも一つのアートだっていうお墨付きをもらって、実は沖縄からね、3名からが日本の代表に選ばれてフランスに行ったっていう話聞いてます。で僕のまた友人で山川優っていう子は精神障害ですけどね、普段は何でもないけど緊張すると思うと全くダメ、ただ絵を描いちゃうと没頭してしまう。でこの山川君っていうのは面白くて、普通は喋ってると普通に聞こえてくるんだよね。でも彼は言ってましたね、私ね、自分は絵を描くという世界に出会って非常に幸運だったと。そして彼は色もいろいろ多彩に使うんですけど、色がわからないんですよ。色はわからないけど色をたくさん使って、で彼が描く絵は四角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 の積み重ねです。精神障害の中でおける一つの考え方として同じものを繰り返していくっていう作業をやりますよね。こういうことの良さを引っ張ってくれる、実はインストラクターっていうか美術講師っていうのが今増えつつあります。うちの友人も今2人そういう精神障害者の学校で、子どもの、この子の才能は何がいいかということを道具を与えながら発見していくっていう作業をやってます。だからそういう意味では精神障害者っていうのをもうちょっと定義をね、我々は考える必要性はないかなということを僕は展覧会を見るたびに思うんですね。それで集団で仕上げていく切り絵とかね、絵っていうのはもう物の見事ですよ。だからあれをもっと何か面白い方向性で使えていくと面白いなと。そういう、世の中に認められていくというそのね中で、やっぱり今いろんな方々が研究をして、ね、学問上を研究してこうだというふうに結論を出て、いろんな今治療法ではないんだろうけど、伸ばす方法とかってあるんでしょうけど、当時は何もないわけでしょう。そうですね、はい、何もなくて、何をさせたらいいのかっていう、薬ばっかしあげちゃってね、なので隔離してね、本当に手探りで、まずは
私たちはその頃助成金もなくてお金がないないずくめで、うん、みんな働きながらその作業所を設立したもんですからね、本当に廃品回収から始めましたね、うん、アルミ缶を集めたりとか、それから新聞、段ボール、そういったものをみんなで集めて売って、それで子どもたちと一緒にその中からの給金をあげるっていう、そういったことから始まりましたね。素晴らしい。でも今おっしゃったように本人一人一人の特徴があるんですよね、うんうん、何が生かされるかっていうことをとても大事ですし、心の問題なので、うん、いろんなパニック状態を起こす時もありますし、本人に合った作業を選ぶというのが、うん、とても大切かなと思いますね、うん、その意味で僕は浦添にあるコロニーセンターとか、はい、それから実はね石垣のねある精神障害者の施設を僕は回ったことがあるんですよ。で、あれ見た時に一つびっくりもしてますし、それから皆さんパン作ってますよね、はい、あれはいいですね。ああそうですね、僕はこの役所に行くたびにパンが置いてって、うんね、言葉も守られない子たちがなんか一生懸命やってるって、一生懸命さっていうのが我々にねどう伝わっていくかっていうのが僕はすごく期待してるっていうのかな。だから彼らの中にも今言ったように社会に参画していくっていうのかな、これは言葉とか階段と言わないけど喜びとして僕は感じてると思う。だから非常にいい活動です。素晴らしい、はい、あと二方があれですね、まあ、オリブ山病院というふうなことで、まあ逆に言うとこちらは治療もされる、医学的な治療も含めて今の田中のところはまた違った方向のその伸ばし方ということで、今日はオリブ山病院の方がお二人お見えになってますけど、その辺の中で、まあ、これは後でお話をするんですけど、足の会というね大きな規模 の医療法人になっているようですけど、ざっと数えたところ関連の事業所が17、18ですね、あるんで、すごいなと思う。各々のその活動というのか事業者でのその何を、まあ、かいつまんでお話をいただければなと思いますね。いや私の方から、じゃあこっち、はい、どうぞ。はい、仲間と言います。はい、現在オリブ山病院、まあ、特定医療人足の会ですが、昭和33年1958年の7月に那覇市久米で精神科神経科田上医院として始まっています。でしばらくして1962年昭和37年に石峰に部員を作って、そこから今の大きい病院いろんな施設が出来上がったところですね。初代D 賞が東京の有名な病院で研修を受けて、それから沖縄に来たというところから始まっています。まあ、多くの障害者、精神知的身体地域社会でなかなかいろんなことを社会ができないときに、まあ、この院を開設したと。でうちの病院は60年今年経ちましたので、例えば精神障害者が地域に帰るとき、家に帰るときの何かサービスがないか、あるいは高齢者、車椅子の人、歩けない人が帰るときの、あるいは若い障害持った方、地域ですということで通所系、また訪問、相談窓口とかをこの必要なのに合わせて作ってきて、ただ私がこの地域にかかるようになったのは、地域社会で自治会長や老人クラブ会長からオリビアマ病院はなかなか地域のことでは協力してくれないよねという二十数年前に言われた時に、そこから地域にどうしても出向きたいということで、地域社会の中で
地域に必要なことをした方がいいんじゃないかということで、はい、この24、5年来たところです。でその他のいろんなサービスの具体的なことは奥原さんからがいいですかね。今のボランティア、うん、参加少ないよねという話の中にですね、うんうん、1995年10月にボランティア養成講座を開始したというふうな病院の方で、うん、まあ、それが1年後にはボランティア活動を本格的導入というふうなことになってるんですけど、その辺は今の話とはちょっと違う。違いますね。これは病棟病院の中でいろんな一般の人たち養成講座を持って病院の中のボランティア育成しようと。ただそれを勉強に関してはいろんな専門家を呼んでということが当時ありました。で今は病院の中で病院の職員や関係事業所が地域に出ていくというのがボランティア活動になってますね。うん、そうですね。今いじめの方ではまあいじめはねよく言われる福祉村というふうなことで、うん、福祉施設がたくさんあるというふうなことで、やはりそういう方々の活躍っていうのがよく目立つんですよね。協力が多いということだと思うんですけど、まあ、これからも一つまた石目のためにね頑張っていただけたら。で奥原さん逆に奥原さんの場合は何でした、地域支援局地域支部、よく分からない名前なんですけど、お仕事の内容とですね、はい、おそらく私が感じているのは高齢者のいろんなその福祉のあれを見ているのかなというふうなことで今自分勝手に考えているんですけど、はい、その辺のお話を、はい、足の会には病院局とは別に老健局とあと地域支援局っていう組織で成り立っています。で地域支援局の中には通所介護、まあ、デイサービスと言われるところとか、あとグループホーム、小規模多機能、あとは相談系の事業所でケアマネージャーさんがいる居宅介護支援事業所という、相談窓口のところもあります。でこれとはまた別に障害児者の相談窓口があって、まあ、ケアマネージャーさんと似たようなお仕事をしてるんですけど相談員がおります。あとは那覇市の方から委託を受けている包括支援センターで、まあほとんどがもう介護保険事業なんですが、それとはまた別にですね障害系の、障害児者のデイサービスも持っています。で私はこの障害系のところと介護保険関連事業の一応まあ管理というかあちこち回ってですね、ほとんど何やってんだか分からないような状況がありますけど、介護とか看護の相談に乗ったり職員のですね、はい、なんか一緒にやってほしいと言われれば送迎も行きますし、地域の何ですか民生委員さんあたりとの関連も、ね、はい、そうですね、まあ、時々民生委員さんとに呼ばれて行事参加したりで包括がありますので民生委員さんはかなり包括のところと関係はしているのかなと思いますが、うん、まあ、よく行き来していただいていますのでそこで お顔を合わせたり情報交換したりはしています。朝夕介護介助の車がね、はい、こう大勢の方がこう、はい、やっぱり皆さんあれだなお世話になってるんだなという感はしますね。そういう意味では我々もやがてそういうふうなお世話になるかもしれない。国吉さん、はい、お世話に、俺が認知症になったら看護する人めちゃくちゃ大変だとここに書いてますね。やはり地域の中で支え合い高齢者が生き生きと安心して暮らせる町を目指していると、はい、これは逆に言えばねもう認知症になってしまったらできないでしょう。で認知症にならないためにはどうするかというのがすごく大切かな思うんですね。それで
介護が必要な人ってのは僕もそろそろ介護が必要なんだけど介護にならないため の、 あの僕は親父とおふくろが入院してた時に俺はこんなところ行くと余計体壊すなっていう感じがした。はい、そうですね。ただね親父がいたところはねおばあたちもたくさんいたからね親父がお前は国吉の子かって あそうですよって言ったおじいやおむさんやーって、うん、俺知りさえのおじいっていうのかね僕は変な言い方だけどやはり老人同士の中にも話題をどうやって作っていくかだから僕はね変にね老人老人って言ってるところがね僕おかしいなって感じがするんだよね、はい地域選挙区ではあの誰もがあのなんていうんですか自宅に住み慣れたところで住んでいくっていうところで安心して住めるっていうところを目指してます、うん、そして、うん、あのやはりあの命も預かってますので、ねはい、命とあと生活も一緒にひっくるめて難しいね、うん、でもそれはあの本人が望むところで望むように生きていきたいといえばそれを支えるしかないんですよね、うん、でそこに職員がどう対応できるかっていうところを目指しているのであのまあ、病院とか入所施設も、まあ、ありなんでしょうけど私たちは今地域振興在宅部門で支えてますので、うん、そのあたりは非常に重要に感じながら働いています。まあ、あの3名の方があのもうの時間ないんですけど一言ずつなんかこれから の、 その今のそういうあの介護介助っていうんですかねそういうものについてどうぞ一人ずつ。先ほど国吉さんが障害を持った方がアートでフランス行ったと言いましたね。認証の方も実は、今年中学校で認証講座した時に認証の方に講師になってもらいました、うん、で翌日には私の顔と名前忘れでしたでも中学生の前で1時間講話したんです。で認証と何か本人こういう人たちは社会で講師になれるというのはすごいすごい感じた、うん、あの富吉かどっかにお住まいだったね。そうそうそう一般企業働いてもらうんですね若い方、ね、40代、うん、そしてあとは身体障害者寝たきりで口で絵を描いたりしてこれがまたすごい個展開いたりと思いますよ、うん、というのがあるのでこの人たちが社会に逆に非刺激を与えるではないかということでなんとかと思います、ねはい私の方ではあの障害者、精神知的身体の障害者が、いますけれどもその方たちが今施設外就労それから、一般企業への、この就職という訓練をしております。その中で本当に私たちあの、昭和63年から現在に至るまで本当に30周年を迎えることができました。本当に地域の方たちの支えがあってまた家族やまた行政の方々のこう支えがあって30年を迎えることができました。その中でやはりあの障害者もあの地域の中で安心して生活ができ、うんうん、また仕事がで就職ができるということを、これからも目指していきたいなと思っています。はい私はあの、地域の中で住まわれる方々の応援者として働いている職員の応援者でもないといけないと思っていますのでそのあたりはやはりあのみんなで頑張ろうねみたいな感じでやっていけたらなと思っています、うんそうですねあの、今日先週今週にわたってあのその辺のお話をお伺いしたんですけどこの時間帯ではそのね語り尽くせない部分がありましてねいつかまた機会を見てですね国吉さん、はい、またお招きしてあのお話を聞きたいなと、はい そうですね、そういうふうに思っておりますけど、はいはい、俺ももうそろそろ認知症があったり介護が必要になってきてる年齢だから、はいうん、どうやって受けられるかそれで僕はスケベだからね、うん、女の子の手を触りたがる、はい、これはねいや僕は思うのはそろそろエンディングでございます、はい、そうでしたよろしく
来週も土曜日のこの時間にまた見ちゃうかなびら、See you next week again.